こんにちは。ティナー&ティムアメリカ暮らしです。本日はアグアカリエンテというキャンプ場に行ってきたという話です。キャンプ場の横にあるムーンライトキャニオントレイルを今日はご紹介したいと思います。3年後の方に行ってですね、そこからこちらに来たんですが、今ですね、ボーダーパトロールの検問に、ちょうど引っかかりまして、身分証明書を出せとかちょっと大騒ぎになってここへ来たんですが、バイデン大統領になってからどうもメキシコのボーダーにここちょうど近いもんですからね、人がどんどん来ているのか来るということなのか、そんな形でね検問があったのがちょっとびっくりしました。何事もなく通していただいてちょうどここに着いた、そんなアグアカリエンテでしたね。ご覧になってるねプール、やはり COVID-19 の関係でまだクローズでした。これだけ窓も開くし上もね開放できるんで、使わせてくれたらなと思うんですが、今回も温泉は使えませんでした。前にもねご紹介した通り、ちょっと山の方から水がねちょろちょろ流れてるんですよ。でね、ここはその水というかお湯なんですよね。特に掘ったというわけでもなく、水がねちょろちょろ出てきまして、これが温泉だと思います。で、温度はね大体ね35度ぐらいなので、ちょっとね日本人にしてはお湯の温度はね冷たいです。これがねちょっとねちょろちょろ出てきて、茶色いから多分鉄分も含まれているのかなと思います。そうですね、これがね実際に入るときはね、38度か9度ぐらいにしないとぬるいんで、実際ここの、屋内プールはですね、実際ガスで温めて、温泉という形にしてるみたいですね。これはね朝起きたばかり6時ぐらいだったと思うんですよね。非常に朝日がさんさんと、そして非常にねいい天気でした。早くねCOVID-19 の解除もしてもらってですね、ここで、温泉にゆっくり浸かりたいなと思っているんですが、そう思いながらもですね、とうとう1年も経ってしまいましたね。いつになることやらちょっと心配です。今日ご紹介するのはね、キャンプ場の向こうにあるムーンライトキャニオントレイル、これをね、ちょっとご紹介したいと思うんですが、レベルとしてはねもうほとんど初級者のレベルですね。ちょっとトレッキングシューズでも持って、ペットボトル1本でも持っていければね、お水を持っていければもう全くね問題のないトレイルです。非常に簡単なトレイルなんです。今回はね、歩きながらねちょっと撮ってみました。この上の方に行きますと、ここの、温泉になる源泉ですよね、それを溜めているタンクとかね結構あるんですよ。ここはそうなんですが、ちょろちょろっと出てるのを全部ここで溜めておいて、それで、キャンプ場で使うということを、このキャンプサイトはやってるみたいです。そして歩いていくとね、こう道がもう濡れてるんですね。この辺もね少し湧き出しているんじゃないかと思います。そしてねここを見るとこの横ですけれども、こうやってね、水、温泉が出る、取り出し口というかですね、そんなのも目のところにあります。
さてね、ここからムーンランドから日本トレイルということで、ここから、上がっていくんですけれども、まあ、一応道はねちゃんと整備されているので、整備されてないところに入らない方がいいですね。まあ、まだね我々も何回もここ来てますけどね、ガラガラヘビとかあったことはないんですが、ただね一応注意書きには書いてあるので、道はね外れないで、トレイルの、まあ、推奨する道をねちゃんと歩かないといけないと思います。本当にね今日はねいい天気ですね。まあね3月終わりですから、もうめちゃくちゃ暑いというわけでもなく、まあ、トレッキングするにはね非常にねいい日じゃなかったかなと思います。ちょっと上行きますとね、このサボテンが結構目立ってきますね。まあちょっと日本ではない景色かなと思うんですが、もうここはですね、あと 2,30 キロもう南に行くとメキシコの国境なんですね。なもんでね、結構サボテンがこう生えているというような景色になってますね。まあ、ここまで結構坂がガッと上がってきて、まあ、多少息切れするところもあるんですけれども、まあね、その辺でちょっと休んでお水を補給してと、そんな感じでねこのトレイルに臨んでいます。まあね2月3月っていうのは雨季なので、これすっごい雨が降ることがあるんですね。まあそんなね、まあ、ここも多分そう砂漠でもありますけれども、そんな状況なんじゃないかなと思ってます。でその雨がねこうやって、谷を削っていくんじゃないかと思うんですよ。さてね今度下りに入りましたね。急にこうやってすごい木が生えてる場所が来るんですけど、これ実はこの下ねもう水が湧き出てるんですね。で湧き出てるところはこうやってね、まあちょっと枯れ草みたいに見えますけどね、木が生い茂っていると。で足元はね結構濡れてるんですよねこれね。まあ触ってもいなかったですけど、別に温泉じゃなくてまあ水が湧き出ているという感じで、ちょうど湧き出てるところからさっきまでこう砂漠みたいな感じだったところがね、これだけもさもさといろんなものが生えているという、なかなかね砂漠って面白いですよね。水がないところはもうカラッカラですけどね、こうやって水が湧き出てるところになると一気にこういろんなものがこうもさもさ生えているというね、本当に、この辺の地形というかその場所面白いですよね。本当に日本にはない場所だと思います。さてねもう完全にこれ下に戻ってきて一周してキャンプサイトに戻る、ところなんですがね、でもさっきと全然風景が違います。いやね本当この場所好きですね。まあね温泉があるっていうのはね日本人にとっては非常にありがたいです。まあ、ちょっと今はね COVID-19 でクローズはされていますけれども、非常にね COVID-19 でずっと、まあ、自粛生活だったわけですけれども、やっぱりね、前回出たのが9月でしたからね、まあ、次の3月ということですかね、結構外に出られなかったので非常にね気分転換ができました。まあ、前はね2年前ぐらいはもうね毎月来てたこともあるんですけどね、早くね COVID-19 終わってほしいですね。夕方になりましてね、息子たちが来ましたので、そこでね
バーベキューということで、炭を起こしまして、ちょうどね今バーベキュー焼いてこれから食べるというところです。そんなね、あのアグアカリエンテのひとときでした。ではまた、ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。